10月25日、愛媛県庁で愛媛の森基金贈呈式が行われました。この日は愛媛銀行の王塾常務から愛媛の森基金理事長を務める田所健農林水産部長に寄付金50万円の目録が手渡されました。愛媛銀行はこれまでに森林教育や椎茸の植菌などの活動をしており、環境保全に力を入れています。愛媛銀行さんは松山の県営林のところに愛媛銀行エコーの森というのを作られて、もう11年ずっと自主管理されてきてます。でそこに行員さんが毎年年2回ぐらいたくさんの行員さんが来られて、自ら下刈りであるとか枝打ちであるとか、そういった森林管理のことをやられてますが、そういう活動経費にも使わせていただきますし、そこの森以外のところの活動経費にも大切に使わせていただいてます。この寄付金で自然の緑が豊かで、森と人が共存し合える未来になることが期待されます。